い、ということで、僕のお風呂のトイレとお風呂とトイレの電気が消えて連れてってもらいました。で、その後天気がよく極寒。はい、ということで皆さん、ほかマネージャータイガーです。ということで、めちゃめちゃ見にくいメニューの紹介をしてしまったんですけど、これが僕が頼んだチーズタコライス900円で、このチーズをね、なんか固くハートみたいに焼いてパリパリパリ、なんかおせんべいみたいな感じで美味しかった。で、これチキン&ポテト900円で、これ食べたくて無理やり3人で頼ませてもらったんですけど、もうこれ結構きつかったけど美味しかったです。これタコライス800円で、照り焼きチキンライス900円で、これガクト君の指輪のパワーパフガールズのブロッサムでいただきます。うまそう。まあ、食えるでしょう。いただきます。はい、ということで、今からチキン&ポテトのチキンをいただく、はい、パークリーンチョするんですけど、結構ボリューミーでね、他の二人が、てか僕が無理やり食べたいって言って頼んだんですけど、お腹いっぱいって言ったんで、僕が頑張って食べました。美味しかったです。ありがとうございます。よーいドン。はい、今、ガクト君が、次バイト先に行くまで、今、キャプテンカンガルータコライスでご飯を食べたんですけど、お分かりいただけただろうか。彼が横を向くと、おびただしい数のニキビ跡とニキビのなんか子供みたいのがめちゃめちゃ出てきて、本当に編集中の僕の心がなんかライフで受けちゃってってるかっていうか、その HP が削られてて、本当に悲しいのよ。マジ？何これ？やめて。はい、ということで、また失礼します。タイガでございます。ということで、ほぼ18禁の映像、グロ映像などでモザイクをかけさせていただいてるんですけれども、本当に今、これ今何をしてるかっていうと、その、ギリギリタコライスを食べてね、ガクト君のバイト時間ギリギリになっちゃったんで、ガクト君を一回お家に送って、バイトの服装に着替えてくる、で、車に戻ってくるって、ちょっと説明下手かな。伝わったかわかんないけど、その、戻ってくる、着替えてから車に戻ってくると、車までのタイムアタックの映像を撮ってて、それの間ずっと喋ってるんですけど、この GoPro で撮るとさ、なんか本当に肉眼でほぼ毎日僕は鏡を見てね、ニキビ増えてないかなとか見てるんですけど、それより GoPro を越してこのパソコンに取り込んで見た時の方がさ、めちゃめちゃニキビ多く見えるの。これ何なの？なんで？なんで？なんかめちゃめちゃボコボコしてるし、まあそれはまあ触ってないからわかんないけどさ、触ったらまたニキビ増えちゃうし、あんま肌は触らないように意識してるけど、まあ意外と触っちゃってると思うんだけど、その GoPro 越しで見るとさ、めちゃめちゃゴツゴツしてて、もう本当になんかさ、何回も言うけど編集中の僕のね、ダメージやばい。なんか、え、こんなんなの？って思って。でもいつもメインで使ってるカメラは肌補正がかけられるから、それでツルツルになってるけど、やっぱ現実を見ていかないといかないなと思いました。本当に辛いです。来ました。はい、なんとこの日月曜日はですね、 K-POP サークルの練習があって、その後またお寿司を食べに来てしまって、昼と夜また2回とも外食っていう、そのなんていうの、何やってんだって感じだと思うんですけど、そのまあ別にいいよね。ガチャガチャも外れました。さよなら。今緊急で動画を回してるんですけど、これは騙されてるかもしれません。え、だってさ、無理じゃない？あ、これ噛んだら中の潰れた。噛んだすけど中のやつ潰れました。いやんな。ガムか、潰れないで。行くしかない。地球ガムってなんだよ。にしてもこれどうやって開けるの？逆に。で、これ袋開いてないですか？子供泣くって。無理です。あ、書いてる。え？商品を縦に持ち、容器を上下から押し潰すようにして開けます。え？いや、だからそれ噛むやつやな。こうやんね、これ。こう、持って。あ、痛くない？あ、なんかパキッ。あ、痛い。痛こう噛めばいいんだね。縦だったら言ったけど、口の中絶対指出てきた、なんか出てきた、いろいろ出てきた。なんだいろいろって。あ、そっか、キモ。おぉ、なんかさ、ショッピングモールとかにさ、でかいガムのガチャガチャ回してやるやつない？ああいうのじゃない？これ、うわ、すごい出ちゃったけど、うわ、懐かしい味がするね。でも本当噛みよ。うん、懐かしいわ。体に悪いって体に入れたの。あれだ、いやいや、すんだよ。あの、これ400円だ、ここね。やばい、1個100円。400円。絶対下ベラさ、青くなるよね。うん、うん、無限に味出てくる。うまいけど、でかくない？でけえ。味がうまいよね。でも
味はうまい。あの今家に着いたんですけど、ってかもう今下べ下映ったんですけど、行きます。やばすぎ。あ、次の日の夜。はい、ということでこちら、こっちか、リンゴ酢とこちらを買ってきて、現在の時刻がなんで見えないの11時28分なんですけど、ちょっとめっちゃ寝ちゃって、気づいたら寝てて、普通にパズルをね、めちゃめちゃ進めようと思ってたのに、もうパズルを進めようと思ってたら寝てて、寝ちゃって起きて、はうざってなって、ちょっとコンビニまで行って、ずっとねこれがね気になってたのよ、マジで。ずこれが入荷された時かな、入荷っていうか分かんないけど、これローソンで買ったんだけど、一番近くのローソンに行ってて、ずっと通ってて、ローソンに。でさ、これがあって、結構それがまだあった頃、6個ぐらい棚に並んでた頃からこいつに目をつけてて、でそれからね、しばらく経ってずっと1個だけ残ってたのよ棚に。まあ、それが更新されてたかどうかわかんないけど、ずっと多分こいつが1つだけ残ってて、ずっとね気になってんな、気になってんなと思っても、今日はちょっとその寝ちゃってうざかったから買ってきた。でも今日の Vlog さ、食べ物ばっかり映ってない？なんかタコライス食いに行って、 Vlog っていうか、これも Vlog の一部に入ってる、なんか Vlog っていうかじゃなくて、なんだっけ、 お昼に美味しいタコライスを食べに行った、その日の夜もお寿司食べに行ってたし、まあ結構抑えたんだけどね。まあこれを今から食うかわかんない、とりあえず買ってきただけで、まあこれもね最近のお気に入りなんですけど、最近出てきたばっかりかな、これもわかんないけどさ、見かけて飲み始めたらちょっとうまいんで、おすすめなんですけど、まあそうなの、そうなの、うん。で、どんぐらいの映像になってるかわかんないんで、ちょっとこれ喋ろうかなとか思ったけど、別に喋ることないんだよね。うん。で、そう、本当にこの動画の中で言ってたか思い出せないんだけど、トイレの電気、トイレと風呂共用の電気が、やっとあの電球を勝手につけることができました。ありがとう。あの、タコライスをね、食べに行ったこの中の友達の一人にお買い物に連れてってもらって、で、そこで買ったんですけど、本当に、その、電球が切れてから100均のなんかライトをカチカチカチってやるライトで、その、耐え忍んでた、なんかめっちゃ色変わるの。青色から赤色とかになって、パーリーピーポーみたいな、パーリーピーみたいな感じの雰囲気でお風呂とか入ってたんですけど、ついにそれも切れてしまって、ああ、もういいやっていうか、もう最初から買えよって話なんですけど、それで買いに行って、見事、本当についてやな、普通に明るい。前までなので、電球はね、なんか、つけてからしばらくして、なんか、ほわーって明るくなる感じなんだけど、もうこの明かりと同じようにピッてつけたらパッて、まあそれが普通わかんないけど、まあそのつけることができて、あの今幸せ状態、マジで。あの暗かったらね、なんか汚れも結構目立ったわ、普通にお風呂の壁の汚れとかちょっとだけ見えたりして、チュ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 って拭いたり。てかマジで本当にヤバいのがさ、パズル全く進んでないので、一回動画出したよ、パズル頑張りますみたいな、そっからね、何もやってないの、ヤバすぎる。しかもだってもう2週間くらいでね、そのくれたっていうか、僕に預けた子が帰ってくんの、やばすぎ。だって4時間ぐらいやって、数えられるぐらいしかつなげられないのに、でそれを今からね、さっきやろうとしたらもう4時間ぐらい寝ちゃってたし、だからやばいの。だから今からさ、ちょっとぐらい進めたいと思うんだけど、なんか本当に、だからこれ食べてからやる？食いすぎなんだよな、まあ、動画内で食いすぎただけであって、まあ、別にそんな、まあ、勝手にしょって話なんだと思うんですけど、まあ、頑張ってやりたいと思いますので、頑張りたいと思いますということで、また次回の動画でお会いしましょう。これどんな動画になってる？なんか、あんまりにも適当に撮ってたからさ、覚えてないんだよね。でもまあいいけど、まあ、こんな感じのゆるい Vlog、まあ、適当にさ、日々を切り取る、シャシャ、あ、これ撮れるチャンスかなとか、ガムのシーンとか、適当に動画回そうかなみたいな雰囲気で撮るのが一番楽しい説あるっていうか、その編集してても、ああこんな感じだったんだみたいな感じで思えて楽しいので、まあ、そんな感じの映像がね、動画がこれからも撮れたらいいなとか思っちゃったりしてる所存でございます。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ガチャはグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。概要欄に多分貼っておくんで、いろいろよろしくお願いします。ということでっていうのちょっとうざいんだよね、編集してて思うの。だってつながりが、だってで毎回ということでになって、またということでって言ってるよってなって、そこをパチってカットしたりするのがうざいんです。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみ。てかパズル頑張るわ。